こんにちは、大山です、えー。今日のおすすめ漫画は BL 漫画です。えー、恋愛ルビの正しい振り方、オゲレツ・サナカさんの本なんですけれども、あのー、実はですね、これとはまた別の動画で、オゲレツ・サナカさんの、えー、錆びた夜でも恋はささやくという本を紹介しています。で、えー、それはですね、こちらの続編にあたるような作品で、もちろん、あのー、たん 単発としても楽しめるんですけれども「錆びた夜でも」を読んでおくとかなりですね、あのー、また違った楽しみ方ができるというふうに思います私はあのー、順番通り読んだので、えーまあ、やっぱりですね「錆びた夜でも」の主人公の、えー、彼氏 DV 彼氏が、えー、今回主人公になっていますでまあ彼はですね本当にもう 前作「錆びたよりでも恋がさ,さく」でもう救いようのない DV のひどい彼氏なんですけれども <laughs> まあ彼がその後どうなったかっていうのがえ恋愛ルビーの正しい振り方に関して書いてあってまあ最終的にこうハッピーエンドになるのでもうすごい何でしょうねこう救われた気持ちになりますね <laughs>。でまあ毎度のことですがおげれ田中さんえ作者名はものすごい。 <laughs> ちょっと人を選ぶ感じの名前ではあるんですけれども中身はものすごいまともなことを書いてるし、えーまあ、作品すごく上手です、あのー、お話も上手だしあとは絵柄もすごい綺麗ですねでまあ「オゲレっていうふうに名乗るにふさわしく「エロ」もすごく綺麗に書いていただいてるので、えー、ぜひ見てみてくださいで私たち、あのーまあ、BL の話ばかりしてますけれども 本業は、アニメゲーム漫画業界の発展のための求人サイトと、 ビジネスマッチングの仕事をやっで、まあ、アニメゲーム漫画業界が発展していくために情報をどんどん配信していこうということで、案件、お仕事の情報であったりとか、人材の募集情報、転職情報などなどもこちらの方で配信をしてますので、ぜひ見てみてください。で、お問い合わせ先は 03-45779005-THANKS アットマーク RAKU-JOB.JP サンクス